バラノイア帝国の容赦ない攻撃。その時現れた一人の勇者、その名はオーレッド。超力戦隊オーレンジャー襲来1999。街を破壊していくバラソーサー、バラノイアの新たなる進行が始まった。オーレンジャー、今こそ5つの力を1つにする時、今こそ変身の時だ。超力変身第2話、集結超力戦隊、超力変身オンリー。子供を狙う見えない魔神獣バラバニッシュ、その子を守って戦うゴロ。なぜこの子がバラノイアに狙われるんだ。果たして見えない敵に勝つ術はあるのか。第3話、危機超力の秘密、超力変身オンリー。一度倒したバラクラッシャーが再び現れた。金属アメーバーによって人間が魔神獣になったのだ。大谷潤さん、人間の心を取り戻すんだ。第4話、怪奇鉄人パパ、超力変身オンリー。バラカクタス兄弟の猛攻にオレンジャーは大苦戦。その上、カクタスの力で機械になっていくタカシを元に戻そうとする兄ツヨシとユージ。目を覚ませタカシ、君の兄さんのためにも。第5話、激愛炎の兄弟、超力変身オンリー。三浦参謀長がバラノイアに捕まった。新しいロボットの開発場所を探るバラブレイン、街で暴れ回るバラセパレート。出動ダッシュレオン、出動モアローダー。2台の超力モビルの威力は。第6話、強敵頭脳マシン、超力変身オンリー。ミツコは無事取り戻したが、三浦は再び捕らえられてしまった。5台の新しいロボを完成させるしかない。オーレンジャー、超力モビルのパワーを見せてくれ。超力合体オーレンジャーロボ。第7話、完成超力ロボ、超力変身オンリー。襲いかかるバラノイア大艦隊、迎え撃つ我らのオーレンジャーロボ、そして現れたバラミサイラーとの戦いの行方は。オーレンジャーロボは不死身だ。うなれ必殺クラウンソード。第8話、激突超巨大戦、調理検診オンレイ。バラザーズの攻撃に倒れた五郎、翔平、雄二、3人を救うため戦うジュリとモモ。しかしジュリが、私はバラノイアの一員になる。ジュリ、君は本当に裏切ったのか。第9話、突然裏切り者、調理検診オンレイ。超力モビルのデータをハッキングしてくるバラハッカー。迎え撃つオーレンジャーだが、あらゆる武器が通用しない。こうなったら新しい超力兵器の威力を見せるんだ。ジャイアントローラー発進。第10話、参上泥棒だよん、超力変身オンレイ。冷蔵庫に三輪車に心を奪われる人々、バラプリンターの目に映ったものに一目惚れしてしまうのだ。皆さん、この私に服従しなさい。翔平、人々を救うんだ。第11話、服従愛の冷蔵庫、調理検診オンレイ。可愛い赤ちゃんが泣くとなぜか街が大爆発。卑怯なバラベイビーの作戦から人々を守るには、赤ちゃんを泣かさないようにするしかない。ミルクを持って走れゴロー。ミルクじゃない、おしめか。第12話、爆発赤ちゃん、調理検診オンレイ。バラマグマが富士山を噴火させようとする。オレンジャー出動。しかしモモが狙われ大ピンチ。その時一頭の犬が。ジョニー、私を助けてくれたのね。第13話、幻想神様の犬、調理検診オンリー。え、ロボットのラーメン屋。21世紀は高性能ロボットピノキオにお任せ。しかし何かがおかしい。頭脳回路が優秀すぎる。やはりバラノイアの影が。第14話、大好きピノキオ、調理変身オンリー。魔神獣バラリベンジャー、奴は爆発運動を憎み狙う。処分されたスクラップの恨みが、怒りが奴を動かす。だが、お前の誇り俺が守ってやる。第15話、友よ熱く眠れ、調理検診オンリー。不思議なペンダントの力で現代に迷い込んでしまった未来少年ジュン。ジュン、
必ず未来に返してやるからな。なんと元の世界に戻るには魔神獣バラデビルの奏でる音楽が必要なのだ。第16話ワンパク未来っ子調理検診オンレイ。ユージのパワープレスが奪われた。悪の天才ジニアス黒田がバラノイアと手を組んだ。那須林道校を舞台にオーレンジャー対バラノイアの大決戦。黒田、自分の息子を泣かせて平気なのか。第17話強奪変身ブレス調理検診オンレイ。私には憎しみのパワーがある。パパやめて。翔平、モモ、ジュリ、一体どうしたんだ。黒田、それでも父親か。シゲル君、目を覚ませ。第18話父の異常な愛情強力変身オンレイ。オーレンジャーロボが負けた。次々パワーアップしていくバラビルダー。その時真っ赤なロボが立ち上がった。頼むぞレッドパンチャー。炸裂パンチャーガトリング。第19話新ロボ赤い衝撃強力変身オンレイ。フライングパンチにレッドパンチャーが敗れた。翔平の技をバラボクサーが盗んだのだ。傷ついた翔平にボクシングの特訓を受ける五郎。見ていてくれ、お前譲りのパンチを。第20話鉄拳100連発調理検診オンレイ。ああ、俺も自分のロボットが欲しいぜ。というユージはけん玉ロボの操縦を頼まれ大喜び。任せなさいって。おお、見事なけん玉の技。しかし第21話嵐を呼ぶけん玉調理検診オンレイ。復活したオーレンジャーロボがレッドパンチャーと共にバラマジロに挑む。今こそ2体のロボの秘密が明かされる。超砲撃合体バスターオーレンジャーロボ。第22話合体丸い指令調理検診オンレイ。海水浴に来たオレンジャーだがバラクローズの手で鎧人間にされていく。水着のジュリの大サービス、いや大活躍。第23話最後の水着調理検診オレイ。うわー懐かしい。昔ながらの下町にやってきたモモ、それを付け狙う不思議な男。懐かしの風景の中で繰り広げられる1対1のバトル。第24話笑う懐かしい男調理検診オンレイ。その名はバラハングリー。お寿司が好き、お酒も好き、そしてお祭りが大好き。果たしてオーレンジャーはこんな変なやつとどう戦うのか。オーレバズーカだ。第25話お祭り一発勝負調理検診オンレイ。6億年の時を超え現代に現れた少年力と少女ドリン。2人を狙うバラノイアの刺客ケイス。物語は新たな展開を迎える。第26話6億歳少年戦士強力変身オーレイ。ドリンの危機に間に合った力。強力変身キングレンジャー。なんというパワー、なんという技、すごいぞキングレンジャー。そしてついにその姿を見せるキングピラミッダー。第27話キング颯爽登場調理検診オンレイ。私は信じるわ。バラキングは力じゃない。ドリンを狙うケリス。迫るバラキング。力、来てくれ、君の力が必要なんだ。キングピラミッダーバトルフォーメーション。第28話ミオ奇跡の要塞調理検診オンレイ。歌って踊ってテストで100点が取れるとっても素敵なアチャチャの学校。でも待てよ、アチャチャってひょっとして。アチャコチャ、あなたたちの仕業ね。やっぱり。第29話踊る侵略塾調理検診オンレイ。魔神獣バラグースカの催眠音波のせいで眠くって戦えないオーレンジャー。しかしなぜか力だけは大丈夫。どうしてかな。とにかく頼むぞキングレンジャー。第30話地球がグースか調理検診オンレイ。魔神獣が人々にお届けする夢のダイエットドリンク月の虹
飲むとどんどん痩せられる？ダイエット？一体何を企んでるんだ？第31話、宅配ダイエット、調理検診オンレイ。あゆみちゃん、どこにいるの？夜ごと夢に見る幼なじみ、現れた謎の男、夢の中に閉じ込められたモモに襲いかかる恐怖。第32話、学校の怖い悪夢、調理検診オンレイ。レッドブロッカー、グリーンブロッカー、ブルーブロッカー、イエローブロッカー、ピンクブロッカー。復活した魔神獣軍団の前に現れた新戦力ブロッカーロボ。第33話、五大ロボ大暴れ、調理検診オンレイ。この必殺の魔剣で今日こそオレンジャーの息の根を止めてやる。一心同体、超獣合体、オーブロッカー。第34話、皇帝最後の挑戦、調理器変身オンレイ。ボンバーザグレイト、バラノイアに嵐を呼ぶ男、ミサイル発射、燃えるぜ、熱いぜ、大爆発だ。ミサイル爆発まであと1分。第35話、過激な爆弾野郎、調理器変身オンレイ。ゴミを次々食うバラスカンク、まさか美化運動に協力、強化スーツが、やっぱり奴はバラノイア。原子分解ガスを撒き散らす、出動せよタックルボーイ。第36話、おならに直撃、調理検診オンレイ。拙者はガンマ人、ご主人様、願い事は何でござるかな。何でも願いを叶えるという謎の巨人ガンマ人がよみがえった。そんなものがバラノイアの手に渡ったら。第37話、拙者ガンマ人、調理検診オンレイ。ガンマ人がバラノイアに奪われた。ブルドントの願い事を受けてオーブロッカーを探すガンマ人。ガンマ人、お前は騙されてるんだ。やめてガンマ人、やめて。第38話、魔人はつらいよ、調理検診オンレイ。でもかんでも黄金になっていく、純金の招き犬の仕業だ。なんだって？皇帝ボンバーザグレートの作戦。俺はバラノイアの皇帝になったのだ。第39話、王子決闘に死す、調理検診オレイ。金にされた将兵たちの運命、それは再び現れたガンマ人に託された。そしてついにボンバーを追い詰めたオレンジャーの前にマルチーワ姫現る。第40話、出現謎の姫、調理器変身オレイ。カイザーブルドント、聞けよオレンジャー、ボンバーザグレートはもはや僕のしもべだ。今からボンバーが太陽を破壊するのよ。このままでは地球は。第41話、危険な二人、調理器変身オレイ。パワーブレスを破壊され、なすすべもなく捕らえられた5人。正義は勝ち、最後まで諦めるな。しかし処刑の時は迫る。第42話、戦隊公開処刑、調理検診オレイ。怪しい水晶玉を売り歩く魔神獣、やつを倒すために5人が取った作戦とは。全開バリバリだぜ、あっと驚く大変身。第43話、切り札は七変化、調理検診オンレイ。ハイザーブルドントとマルチーワの前に苦戦する5人。こうなったらガンマ人に頼むしかないわ。モモとガンマ人の熱々ホットスパークで反撃だ。第44話、史上最強の美女、調理検診オンレイ。非常事態発生、オーレンジャー変身不能、オーレンジャー基地壊滅。地球はついにバラノイアの手に落ちるのか。第45話、壊滅調理器基地、調理器変身オーレ。どうしたオ
レンジャー、変身できないとそんなに弱いのか。追い詰められ絶体絶命の5人、助けに来たキングレンジャーも大ピンチ。そしてドリンが。第46話、地球最後の日、超力変身オーレイ。地球に戻ったオーレンジャーを待っていたのは、半年の月日とバラノイアに征服された世界だった。第47話、盾輝け蘇れ。俺たちの心を一つにすれば超力は蘇るんだ。行くぞ。おう。超力を取り戻した俺たちが、パラノイアに負けるはずがないわ。地球の全ての命を守るため、私たちは戦う。みんな行くぞ。超力変身。第48話最終回、愛の勇者たち。